皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。ということで今回は新戦力おすすめ選手紹介していきたいなと思います。さ、新戦力と書かれていますが、実際はね、現役ドラフトの選手が登場しています。昨年から新たに導入された制度なんですけど、もう早速ね、活躍している選手も何人かいますし、ここでね、A ランクを集めるかどうかで、シリーズ2のね、動きも変わってくると思います。相当重要な、覚醒イベントだと個人的には思っているので、この動画を見てね、参考にしてください。それでは早速見ていきましょう。オリックスはヤクルトから移籍した渡辺大輝選手です。プロスピの能力を見ていくと、中弾道で走力が79、完全走力型です。で、ライトが C で、特殊能力がこのようになっています。使うのであれば、ダイソー要員かなといった感じです。ただですね、未だ一軍出場はなし、ファームでもね、12試合に出場し、打率が1割0分5厘とかなり苦しんでいます。まだシーズンが始まって1ヶ月ちょいなんでね、なんとも言えないんですけど、現在の成績だったらね、シリーズ2以降ちょっと S ランクは出てこないと思うので、純正やってる方も無理してね、今のところは揃えなくていいかなと思います。さあ続いて、日本ハムからソフトバンクに移籍した古川選手です。古川選手はね、開幕から1軍で投げていて、1軍の成績が5試合に登板し、防御率が 4.50 となっています。1軍でもね、投げていますし、古川選手の場合はかなり球種が強いので、これはですね、純正の人はもう極みにするぐらいの勢いで取った方がいいと思います。古川選手の場合はシリーズ2を待つというよりは、もう S ランク覚醒させちゃってね、極みにして、純正のリアタイオーダーに入れるみたいな、そんな感じでいいと思います。今回のピッチャーの中で一番リアタイ向けなんでね、古川選手はかなり、使い勝手がいいと思います。続いて阪神から西武に加入した陽川選手です。陽川選手ね、オープン戦ではかなり使われている印象があったんですけど、開幕してからね、1軍での出場はありません。現在2軍での成績が、打率が2割4分3厘、ホームランが2本となっています。結構西武はね、外野争いが激しいと思うので、今後1軍に上がってくる可能性ね、十分あると思います。ちなみにプロスピの能力、ミートパワー同値が狙える高弾道の選手となっています。適性も幅広く守ることができますし、特殊能力、代打の神様、対左逆境ということで、負けてる場面のね、代打での起用は結構いいかなと思うんですけど、かなり発動しづらいね、特殊能力ばっかなので、ちょっと特能はね、正直微妙かなと思います。陽川選手もね、今後の活躍に期待して、A ランクを集める、そういう感じにはなってくるかなと思います。続いて、カープから楽天に加入した翔水選手です。翔水選手もね、未だ1軍での成績はないんですけど、2軍でね、打ちまくってるんですよ。打率が3割7分9厘、ホームラン1本ということで、今結構楽天ね、打線に苦しんでる印象がありますし、全然この成績だったらね、上がってくる可能性あると思います。弾道は高弾道ですが、その他の能力はね、正直、使いづらいと思うので、翔水選手もね、今後を期待して A ランクを集める、そういう感じにはなってくるかなと思います。ただやっぱファームでの成績がすごいんでね、そろそろ1軍に、上がってくるんじゃないかなと、個人的には思ってます。続いて、オリックスからロッテに加入した大下選手です。チームの元気印ですね。1軍にね、ずっと帯同していて、ちょっとヒットはね、出てないんですけど、10打席に立ち、フォアボールとかね、デッドボールが多いので、出塁率は3割3分3厘をマークしています。1軍にね、帯同してはいるんですけど、出場試合はね、少ないですし、シリーズ2ね、S ランクが出てくるかどうかと聞かれると、正直ね、微妙なラインだと思います。ただね、弾道が高弾道ということで、なんか高弾道の選手やたら多いですね。そうですね、成績を残せば、全然ね、S ランク出てくる可能性が、ある選手かなとは思います。現時点の能力は、正直使いづらいので、そうですね、A ランクを貯める、そういう形にはなってくるかなと思います。さあ、西武から日本ハムに加入した松岡選手です。松岡選手はね、1軍での出場はありません。2軍ではですね、5試合に先発しているんですけど、防御率が 9.77 ということで、かなり、苦しんでいます。現在の成績で言うと、まだまだね、1軍登板は先に、なりそうかなと、そういった印象です。ちなみに球種は全部で5球種、スラカットを持っています。スラカット、フォークはあるんですけど、そうですね、無理に S ランクにして、リアタイ要員に入れるほどではないかなと思うので、A ランクをね、そのまま貯めてあげる、そういうタイプにはなってくるかなと思います。続いて、ロッテからヤクルトに加入した成田選手です。成田選手ね、1軍で3登板あるんですけど、4月30日に、抹消されています。成田選手もね、かなりリアタイ向きの球種はしています。カットにスラーブ、スクリューに、ツーシームを持っているのでね、
まあ、結構面白い球種だとは思います。特殊能力が伸び20丸、奪三振玉持ちということで、まあ、悪くはないんですよね。まあ、ヤクルト純正始めたてとか、まあ、投手揃ってないっていう方は、まあ、覚醒させても全然ありかなと思います。さあ、中日から横浜に加入した笠原選手です。笠原選手1軍での登板が1試合あって、4月2日の阪神戦ですね。この時は3イニングで失点が3ということで負け投手になっています。その後の1軍の登板はありません。まあ、能力だけで言うとね、結構使いやすいと思います。球威スタミナの B 同値で球種が全部で6球種、ただリアタイ向きのね、球種ではないと思うので、まあ、無理に覚醒して、オーダーに入れるほどではないかなと思います。まあ、ファームでもね、2試合先発して防御率が 8.71 ということで、まあ、ちょっとファームでもね、成績は残せていません。まあ、横浜はね、もう12球団トップクラスの、先発層をね誇っているので、まあ、なかなかそこに食い込んでいくのは、難しいかなとは思います。まあ、なかなかシリーズ2以降ね、Sランクでも先発の枠としては、出るのがね厳しいかなと思うので、まあ、正直無理にね A ランクを集める必要は今のところはないのかなと思います。さあ、現役ドラフト組で一番活躍しているのはこの選手といっても、過言ではないと思います。大竹選手です。ソフトバンクからね阪神に加入したわけなんですけど、4試合先発し、防御率 0.36 の4勝0敗ということで、もうとんでもないね成績を残しています。能力に関してもねかなり使いやすいです。制球スタミナ B 同値で、小5でねオール B の全同値狙うことできます。まあ、球種もね全部で6球種、まあ、左のツーシームスラカットということで、まあ、悪くはないんですけど、まあ、無理やり覚醒させてね、リアタイで使うほどかと言われるとそうではないのかなと思うので、まあ、リアタイ目線の覚醒はあまりおすすめしません。まあ、本当にね、シリーズ2以降 S ランクが一番出てくると言っても、過言ではない選手だと思うので、まあ、A ランクをね5枚以上貯めて、まあ、限界突破用にね備える、それが一番いいかなと思います。さあ、続いて楽天から巨人に加入したオコエ選手です。オコエ選手もねオープン戦から結果を出して、まあ、主に1番バッターをね務めることが多かったんですけど、まあ、つい最近ね抹消ということで一旦2軍に落ちています。まあ、また1軍にね上がってくる可能性十分にあると思いますし、まあ、オコエ選手に関してはねプロスピの能力、これ巨人純正の中ではめちゃめちゃ貴重です。というのもねラインドライブがねマジでいないんですよ、巨人純正って。なのでね、まあ、期待していた人も多いかなと思います。まあ、ラインドライブで走力が79で、外野もオール C 守れて、特能でね超ラインドライブ持っているので、まあ、パワーはね上がりやすいです。まあ、さよなら男はね正直使う場面がなかなかないかなとは思うんですけど、まあ、この能力でもね、まあ、ラインドライブ信者からすると、十分に使えると思うので、まあ、巨人純正やっててね、まあ、ラインドライブ使いたいっていう人は、まあ、オコエ選手がね一番適していると思いますし、まあ、野手の中では今回一番ね、現役ドラフトの中では使いやすいかなと思います。さあ、続いて巨人からカープに加入したトネ選手です。トネ選手もねかなりいい活躍を続けていて、ブルペンのね支えとなっています。10試合に登板して防御率が 2.08 ということで、まあ、安定感はね抜群ですし、まあ、ウィップが 0.69 ということで、これに関してはねかなりランナーを出していない、そういう指標になっています。まあ、トネ選手もねこのまま活躍を続けていけば、通常の S ランク出る可能性かなり高いと思いますし、まあ、球種も結構悪くないですね。ストレート B でツーシームも持っています。でスライダースラーブサークルチェンジということで、まあ、全然ね、球種としては悪くないです。まあ、十分ね、まあ、実績もある選手なのであれですし、まあ、カーブ純正からすると、まあ、覚醒させてもいいし、まあ、A ランクをね、取っておいて、まあ、今後のね通常 S ランクに備える、そういう形でもいいかなと思います。そして現役ドラフトの野手の中で一番活躍しているのは横浜から中日に加入した細川選手です。打率が3割2分3厘、得点圏も3割5分7厘で、打点がね14とかなり活躍をしています。細川選手に関してはこのままね出場を続けていけば、まあ、間違いなく S ランクで出ると思うので、まあ、野手でねいい選手が欲しいという方は、まあ、細川選手がね一番ね当てはまっているのかなと思います。まあ、現時点での能力はねそこまで高くないですし、まあ、ファーストもいい、レフトライトも D と、まあ、この時点では使いづらいと思うんですけど、まあ、一番そうですね、その能力の伸びしろがあると言いますか、もっとこのままいけばねミーと B は乗ると思うので、まあ、細川選手はね今後の通常 S ランクかなり期待できますね。というわけで以上が現役ドラフトで移籍をした12人の選手となります。本当にね1軍の主力級の選手から、まあ、まだね1軍出場機会のない選手もいるので、まあ、結構ね選手によって差があるなと、そういう印象があります。
さあここからが重要です。まあ、12球団向けにはなるんですけど、まあ、どの選手がおすすめか、こういう話になってきます。もうこれは結構明確ですね。もう大竹選手か細川選手だと思います。まあ、大竹選手に関してはね、4勝は戸郷選手に並んで1位ですし、本当にね防御率もいいので、まあ、あの能力の伸びしろがものすごく期待できます。まあ、制球 A とかはね結構硬いと思いますし、本当にね実際見ていても安定したピッチングをね続けているので、まあ、ピッチャーで言うと大竹選手、これは間違いないと思います。まあ、トナ選手もね悪くないと思うんですけど、ちょっと大竹選手の成績がすごすぎて、まあ、今のところは大竹選手をね優先した方がいいかなと思います。そして野手で言うと細川選手がね一番おすすめできるかなと思います。まあ、打率もね3割を残していて、まあ、得点圏にも強いのでね、まあ、超チャンスになる可能性もかなり高いかなと思いますし、まあ、元々のねその弾道が高弾道で、まあ、ミートもね、まあ、最低でも B には乗るだろうと考えるとかなり使いやすいと思います。まあ、オコイ選手もねラインドライブで悪くないんですけど、やっぱり直近でね抹消されたっていうのがありますし、まあ、今のところオコイ選手よりは、まあ、細川選手の方が、まあ、あの通常のね S ランク出る可能性高いと思うので、まあ、野手で強い選手が欲しいという人は、まあ、細川選手をね貯めておく、それが一番いいかなと思います。ちなみに特別枠というか、なんか現時点でねリアタイでそこそこ使えるピッチャーが欲しいという人は、もう古川選手を覚醒させて使うのがいいかなと思います。元に球種も多いしね、ツーシームフォークのスラカットということで、まあ、リアタイ目線で言うとダントツで、使いやすいかなと思います。まあ、すぐに S ランクでね、強い選手が欲しいという方は、まあ、古川選手でね、いいかなと思います。